カフェオレとカフェラテの違い。こんにちは、 MP3 ウイルスのボーカルユディです。本日はカフェオレとカフェラテの違いを説明していこうと思います。まずカフェラテはエスプレッソにフォームミルク2、スチームミルク8のミルク感を楽しめるドリンクでした。それではカフェオレってどんなドリンクなんでしょうか。カフェオレはエスプレッソを使用するのではなく、普段飲むようなコーヒーにミルクを入れて飲むドリンクです。推奨はミルクとコーヒー半々とされていますが、お好みで調整してもらっていいと思います。カフェオレを作るポイントとして、コーヒーは普段よりも少し濃いめに抽出してみてください。ミルクは50度くらいまで温めるとミルクの甘さがより引き立つと思います。この2つのポイントを抑えると美味しいカフェオレができます。いろいろと説明してきましたが、ラテやカプチーノに使うエスプレッソって何なの？と疑問が生じると思うので、明日エスプレッソの説明をしたいと思います。それではバイバイ。